五條市の地方創生のメイン事業と位置づけられる地域商社について、その概要が発表されました。五條市地域商社株式会社は、県内で初めて行政が 100% 出資して来月1日に設立されます。稼げる地域を目標に、地域の資源を生かしてまちづくりや雇用創出などにつなげるのが狙いです。事業の第一弾として用意されたのが、市内の大東町の家庭で正月などに食べられる伝統食さんま寿司で、アジアパッケージなどに現代風のアレンジを加え、道の駅吉野寺大東の空きスペースを活用して販売される予定です。また市の自然を生かしたドローンの練習場などの運営も考えていて、都会のユーザーなどの取り込みも視野に入れています。五條市は3000万円の出資を予定していますが、この地域商社を設立するきっかけとなった市内の企業や団体で作る協議会の会員からも出資を募る予定です。